え？あ、今死にたいんか。そっか、辛いな。せやけど3分だけ時間くれへんか。よかったらちょっと何があったか教えてくれへんか。そらそやな、そんなことあったら辛いよな。いろいろあった上にそんなことあったら辛いな。俺でもまあそんなことあったらもう生きててもしゃあないと思うし、まあ死んだ方が楽かって思うよな。俺にさ、もしよかったらこの話もっとしてくれると嬉しいし、この死にたいっていう話とか他にもちゃんと聞いてくれる人っておれへんか。信頼できる人とか、ちょっと優しくしてくれる人とかな。もちろん俺に毎回話してくれてええねんで。俺もこの話聞きたいし、こんな抱えんの一人は大変なことをよう俺と抱えてくれたなって思うけど、あんたの大事な人とか、あんたを大事にしてくれる人とか、あんたを優しくしてくれる人とか、ひょっとして一人でもおったらさ、そんな人にもちょっと相談してほしいな。あとさ、ちゃんと寝たか？寝てないんちゃうか昨日。寝てないとな、同じこと起こってもな、もう人生終わりやって思うね。同じこと起きてもな、ちゃんと寝ただけでさ、なんかなんとかなるような気がしたりするからな。もしな、眠るための薬とかもらってたりとか、ちょっとよく眠るための方法とかあったらさ、今日はちょっと一旦な、考えんのやめてさ、寝てしまえへんか。明日のあんたやったらちょっと違うなんか見えるかなって、そんな風にも思うしな。いや俺もそんなことよくあったからな。もう終わりやと思ってさ、一晩寝て起きたらなんであんなこと考えたんかなって思うことあんねん。もしよかったら今日は一回ちょっと寝れたら寝てみてほしいな。あとちゃんと飯食った？食えてないんちゃうかね。食欲ないかもしれへんしさ、なん一生懸命食わんでもええねんけど、なんかちょっと好きなもんでもあったら、好きなもん思いつけへんかったらさ、ちょっと甘いもんでもな食ってみたらな。なんかひょっとしたらそれだけでちょっとだけ今よりも楽観的なものの見方ってできるかもしれへんと思うねん。なんか甘いもんってな、少し気持ちよくさせてくれるホルモン出してさ、同じ状態やのに少し安心できたりするらしいの。まあ食欲ないからしんどいかもしれんけどな、もしよかったらなんかちょっと一口だけ、よかったら甘いもんでも食べてな、弱音吐いてさ、ちょっと寝てみてさ、どんなもんでもええから、できたら甘いもんとかええかなと思うんやけど、一口だけ食べてさ、それからもう一回相談しに来てくれたりとかしてくれると嬉しいな。